ちょっとですね、行かないとか言ってたんですけど、なんかほら今日雨でしょ、で人なんか少ないみたいだから来てしまいました。はい、ちょっとお待ちください。バイクセンサー、BDS バイクセンサーのバイクセンサーのお姉さんだね。はい、あ、小林さんが目の前通りましたね。はい、あんな感じでやってますよ。バイクセンサーの YouTube、 あとこういったイベントに出演させていただいて、バイクセンサーの PR 活動に努めております。ということですね。もういいでしょう、ね、モーターサイクルショーで、ね、少しお姉さんを起こした方がいいのかなと思いますよね。はい、はい、大きな会場のイベントだったので、とても緊張したんですけど、とても温かく、人がいっぱいありますよ。はい、どんなのがありますか。こちらは、あ、ですか、これあれですね、うん、良い森さんですね。はい、良い森さんのところね、RA デビッドソン、これ何ですか、これはドカティですね。知らないバイク、ストリートファイターな、ね、これハーレーね、いろんなのがあります。あちらは B パワーズ、 B パワーズさんはあれですね、あれですよね、はい、そうですね、はい、そしてですね、広場さんね、広場松戸店ね、高級車がいっぱい並んでますね。はい、そしてこちらはいろんな、そうですね、出店ね、どうのこうのっつって、はい、うちも T シャツでも売ればよかったかな。こんな状態でね、売れないで終わっちゃうと大変ですから。はい、こちらは古本物がやられてますよ。はい、文房具、ちょっとこれはお宝がありそうなところしますけどね。はい、あ、こちらにインカーさんね、インカーさんが、やられております。はい、炭酸300円ですね。あ、いいですね、こういうのがたまんないんですよね、こういうのがね、はい、たまんないね。そして GPX さんいますね。はい、松戸にあります GPX さんですね。はい、もう最近はだんだんね、ブランドも、ね、浸透してるんじゃないですか。でこのちょっと変わったやつね、ランナーって言いましたっけ、ね、うん、こんなのもあるようでございます。はい、ね、いいですね。はい、そしてウィンドソックスさん、ね、ウィンドソックスさんね、こちらは何ですか、ね、これも余裕な感じでね、チャレンジね。そして、こちらは、いろんなところが出ております。バイク買い取りといえば、ね、長妻さんのやってるバイクボーイ、ね、でございます。あ、これ普通に売ってるみたいですね。はい、スーパーフォアいくらですか、128万円、R1 よりも高いです。はい、そんな感じで、はい、出店、あと他にももっとあると思うんですけどね、うん、ちょっとね見ていきたいと思いますよ。おっと、うちのがいましたね。はい、雨ということでですね、ちょっとついてる、あ、でも入場ある程度入場もう決めちゃってるのかな、人数ね、いきなりはダメなんですね。でもこれ人数少ないから入れるか、来てもね、はい、そんな感じがいたしますよね。うん、でこっちに駐車場がありましてね、はい、ピーターパンですよ、ピーターパンが入るぐらいですよ。これはピーターパンの方に言ったんですかね、やりませんか、イベントやるんで来ませんかってね、出ないとなかなかね、ピーターパンは、ね、あとあちらにもなんか、ね、フランクフルトね、あと何ですか、フードトラックはがり、フードトラックはがりさんです。こちらにはね、トランプ2って書いてますね。あ、ね、いいですね、タンクトップのお姉さんが売ってますよ、ね、はい、これ面白いね、これね、これは何だろう、サバ、どういうの、ニシサバ、何だろう、分からないね。とりあえず先に見てまいりましょうね。はい、でですね、こうなっていくと、こちらは団子屋さんもあるようですよ。今回はいっぱいありますね。負けてくれたの剣がなくて、ボンベイさんいます、ほら、ボンベイさんね、日本柏といえばカレーボンベイね、有名でございます。はい、さあ、あとこっちにもありますよ、神田カレー、5万人が認めた、ね、その中に皆さんは入っていますか、ね、グラバーガーなんですかね、並んでますね。はい、さあ
そんな中にですね、あ、平井さんがいらっしゃいますね。はい。でね、ファンティ、いいですね。ファンティックレーシング。え？ファンティックレーシングの方に行ったら怒られますかね。どうも。ここはキムコのブースのようでございます。こちらにね、なんかあのショッキングピンクの、ありますけど、こちらはなんか立体44キロぐらい走るって言ってましたけど、うちのお客さんに怒られました。そんな走らないぞってね、なありますけど、はい。まあ、こんな感じでね、これ広報車ですよね。はい。でこんなのもね、あった、はい、どうもこんにちは、統括本部長の平井さんです。はい、お世話になっております。お世話になります。愛嬌さんとも知り合いですか？あ、そうですね、最近あのよくご取材いただいてございます。あ、向こうからこうなんかあるんですか？そうです、向こうからお問い合わせいただいて。あ、そうなんですか。はいはいはい、あの執行者あるのをお使いください。あ、はいはいはい、あれ乗ってますね。そうです、なんか青いのがあれ、どなたか青いの乗ってましたよね。青いのはですね、エクスタンシティの250の、もうあの愛嬌さん乗っていただいてます。あ、はいはいはい、なんかターセリも最近、ね、ターセリもそうですね、はい。売れ行きはどうですか？あのおかげさまで。ターセリ、はい、ターセリ売れてますか？ターセリ、いや、あのターセリすいませんね、売れてますね。あ、KRV、あ、それは何よりで、はい、うん、いいですね、はい、1台は売れましたけど、うちやっと、はい。ちょっとさっきはですね、ケテルさんのダウンタウンのお客さんって方がちょっと。あ、そうですか。ちょうどベテルさんが出してる5分ぐらい前に。あ、そうなんですか。エクスタン見ながらダウンタウン持ってるんですよって言って、どちらで買われたんですか？ベテルさんです。あ、それは、はい、うちのポイントが少し上がるということで、はい、ありがとうございます。あちらはフロントの花井というものです、はい。あ、そうなんですか。いつからやられてますか？半年ぐらい前。あ、そうなんですか。それはどうも。あの実は もともとキムコ、あの昔のキムコジャパンの。あ、そうなんですか。それは。足んないんで来てって今別のとこにいたんですけど、昔からの知り合いなんで。そういうパターンですね。そうですね。KRV をどんどん売らないとっていう、ブランドを上げないと。そうですね。はい。これで高かったんですけど、こちらは何ですか？こちらはコッシュさんですね。コッシュフェイス。そして隣にあるのは何ですか？ LS2。 向こうになんか鈴木のこれあの箱は何の箱だろうね。なんかね、あの茶ね、あと以前はですね、なんかやっぱり食べるものがね、どうとかいろいろあったんですけど、今日は余裕が、外周路ですね、一番こう端の方の駐車場があるんですよね。そこにこうなんか設置してあるんです、はい、レッドプールのそれなんていうんですかね、あれなんていうか、ジャンプ台が設置されて、反対側になんか着地する、あれでもなんかあんな感じ、ね、こうあっちからビューイーンって、あそこに降りるんですか、 なんか回ったりして、危ないです。そういうのは危ないです、はい、ちょっと真下にいてこう見上げてみたい、上を飛んでるところですね、思ったりしますけど、はい、あの辺の車両が活躍するんでしょうか、はい、ね、そういうのはテントの、ね、あれやられてますよ、はい、ね、ね、すごいですね。で、ここも駐車場なんですけど、これ今端の方なんでね、うん、大型のあれがね入ったりとか、あとバイクがいっぱいここに、その手のバイク、なんだろうな、あるんですよ。であそこに日本庭園があったりとかね、そうやたらこの庭にね、こだわっている、ね、みんな管理されてるんです。そう、でそういう管理会社も作ってね。だから、それだと雇用も生まれるでしょ？素晴らしいですよね、そういうのはね。はい。非常に、考えてね、経営、私でも経営ができましたなんて言ってますけど、まあね、そんな、あれじゃないですよ。はい。でね、はい。という感じですね、素晴らしい。ね、あとはね、まあ、皆さん楽しんで、雨がちょっとね、これぐらいだったらいいですね、降らないでね。ざーっと降っちゃうとね、あれですから、はい。
構あの会場の中もちょっと駐車場じゃなくてあの休憩スペースっていうかね、イートスペースにしてるとかね、うん、やっぱりちょっと考えてねやられますね。で事前登録うんぬんということでね、はい、基本的にはやってるみたいですけど、はい、一応1500人ぐらいを一応予定みたいなね、はい、感じで、はい、っていうところで、いいですね。こうあんまり人がわーっていないところもなかなかいいんじゃないでしょうか。はい、今うちのがバジルソーセージを食べてます。ボンベーさんのね。これはあの神田カレー、ミステリーとないう流れに出てきたんです。で食べてみます。これは食べるものの目印です。確かに最後の発球をピッとした松下の